白水会。白水会とは、住友財閥の直径、準直径、またはそれらから分離した企業など、住友グループの中核的会社の社長によって構成される社長会のことである。昔の住友財閥における中枢統括機関としての本社、持ち株会社があって、人事、資金、販売のいずれも一元的に管理し、参加企業を強力にコントロールする体制が、 確立していた頃のものではが、これに代わる住友グループ内企業の横の連携を図るための連絡機関、内しは非公式の経営執行委員会という位置づけである。戦後の新しい経済環境の中で企業グループの結束を強めることによって協力体制を整え情報を提供し合い、また一企業ではカバーしきれない新産業分野に グループで進出しようとする戦略に組みするものである。白水会の初期の活動はよく知られていないが、戦後三大財閥の中でも先駆けて、数ヶ月を経ずして早くも準備され始めた。1949年の時点で、白水会には、住友直系12社が結集した。正式には、1951年4月に、発足している。古田俊之助。 第七代住友合詞会社総理事宿井正春、元、住友科学会長、当時春也、元、住友商事会長などの提唱によって始まったと言われる。第一回の会合には、直径の科学、金属、鉱山、銀行、新宅、生命、電工、機械、電気、倉庫、石炭、日本建設産業の十二社の社長が参加した。社屋、 総合病院の問題をはじめ各社共同で相談する案件が多く残っていたようである。住友が戦後の混乱期に多財閥に先駆けいち早く社長会による集団指導体制を確立し連帯意識の統一に成功した要因は住友の場合、同山経営を中核として多角化が進められ各企業の相互関係が比較的強かったことや グループがスマートにまとまっており、旧本社の統一人事によ、派閥がなく、人の三井、組織の三菱に対して文字通り、結束の住友であったこと、銀行を中心に、信託、生命などの強力な金融機関が存在したこと、金融機関は、直接的な解体を丸るなどが考えられる。結成当初は、春秋2回の会合であり、秘密会であったが、 1945年末には、その存在を明らかにし、会合をも月一回となった。白水会の呼び名は、当時大阪銀行、住友銀行の鈴木強社長の提案で、その昔、住友家が、千億とこして、同省を始めたことに由来し、泉を上下に分けて、白水としたものである。この白水会は、現役社長以外の代理出席は認めないという、 厳しい上、創業家である、住友本家への忠誠心が必要であり、住友精神の遵守などが定められた、欠板状と言われる書類に応印しなければ、白水会の出席は認められない。白水会のメンバーが、社長に、就任の際は、住友精神の原点である、文殊院師遺書のレプリカなどを、住友家の課長である十七代、住友吉左衛門に吉尾から受け取る。 また住友や別邸の有吉園で催される春の指導祭、そして都内ホテルで秋に催される御荘園に出席し、課長と定期的に顔を合わせている。この会議の参加自体が住友系の中精神を示す場として、他の財閥の社長会に比べ最も出席率は高い。活動も積極的であり、その統制力も強いと言われる。このか。 会議内容は一切非公開、議決は満場一致、幹事は回り持ちとするなどが社長会運営上の基本ルールとなっている。前日の通り、創業家である住友家の存在は今なおも、多財閥に比べて大きい。また、幹事の全社持ち回り制度も、多財閥と大きな相違点である。また、その協議事項も、当初は寄付金や住友病院、 構成施設など、形式的なことが多かったが、やがて新規事業の計画、系列企業対策、商標、社商、いげたもんに関することなど、住友グループ全体に関わる問題のすべてがここで取り上げられるようになった。ただし、各企業の最高人事や、各企業に対する直接的統制は、白水会の権限外である。しかしこと住友グループに、 影響の大きい問題については、白水会は最高の連絡協議機関であり、こうした意味から、非公式の経営執行委員会と呼ばれる。ちなみに、グループ内には、社長の OB 会である、白線会、白線会や、副社長、全務クラスの会合で、白水会に提出する議題の事前調査、企画などを担当する、5日会、5日会もる。なお戦前順直系であった。 日本板ガラスと大阪住友会場火災、後、住友会場火災、現、三井住友会場の2社は3回目の会合から、正式に出席するようになり、また1950年、現在の住友金属鉱山が参加、その後1958年に、住友不動産、1964年に、住友セメント、旧、岩きセメント、現、 住友大阪セメントが加入、さらに1977年住友林業、住友系金属工業、住友建設、現、三井住友建設、住友ベークライト、住友アルミニウム製錬が加わった。白水会への加入資格としては、旧直径、純直径かまたはそれから分離した企業で、資本的にも独立した。 大企業であるが、住友セメント、元三菱系や、住友アルミニウム製錬、非常状などの例に、え、中核企業の一つであった、住友金属工業が、2012年10月1日に、旧新日本製鉄と合併し、新日鉄住金が発足したと同時に、住友グループ、白水会から離脱したというケースもあり、2016年4月には、 久々に大日本住友製薬と住友ゴムが加わった。漢字は持ち回りではあるが、別紙事業から派生した新居浜4社を源流と持つ住友科学、住友重機械工業、住友林業、住友金属鉱山は今でも影響力は強く、住友金属鉱山についてはその中でも群を抜いて大きい存在である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。